秋アニメ11月中旬でのランキングトップ5。さあランキングもですね11月中旬までやってまいりました。はい、もう気がつけば年の瀬でございます。はい、ちょうど6、7話ぐらいですかね今。いや俺ねちょっと失速してきてるアニメをね結構見つけてしまった。そうですか。ちょっとなんか分かる気がします。はい、だからこの中旬でのランキングでは僕かなり変動しました。はい、はい、ということでまあこれがねあの最終的なランキングではないのであの、はい、今の現時点でのランキングでございます。皆様ということでねあのトップ5をお互いに発表していこうかなと思います。はい、はい、それでは第5位、せーの、せーの、おーっと呪術、呪術回戦来ました。5位なんだ。あ、ちょっとケミゼロからお話しさせていただきたいんですけど、はいはいはい、覚えてますか？インダからね。いや、それ違う。違う、君のことは大体大好き。いや違います、経験済みな君と経験ゼロな俺がお付き合いする話という作品なんですけども、あ、はいはい、僕がね秋アニメのランキングを出した時に、はい、一番最初に5位にしたんですよ。でもその時に、まあ、騎士の転結の天がこの先出てこなかったら言ってましたね、ちょっと最下位になるだろうみたいな話をしたんですけど、はい、うん、だからギャルの子が謎が何なのかみたいな、うん、あ、そうそうそう、言ってました。その時点では全く分からなかったんですよ、うん、で今ね、ね、全然その起承転結の点が出てこないんですよ。出てこない、出てこないんですよ。でそのギャルの秘密みたいのもないんですよね。あ、なさそう、ないないです、多分なさそうなんですよ。ないな。でもなんかなんていうんだろう、今期ちょっとラブコメが僕の中では不作すぎて、まあそうですね、というのもあるんですけれども、うん、なんかねこのアニメ見たくなるんですよ。あ、そうなんですか。もう癖になってる。そう、なんか見たくなってて、うん、でだんだんそのヒロインのねルナちゃんっていうんですけど、その何もないことが俺の中でめぐれてきてるわけじゃないですか。はい、なんかそうするとこの子はギャルである意味があるのかとか哲学的な部分も出てきて哲学哲学的な要素も出てきてなんか魅力的な主人公に見えてきたんですよ。でなんかよくよく主人公のその男性の声聞いてたら、うん、あれこれ炭治郎と同じ声だ、花江さんだったんですよ。あ、花江さん、花江さんだったんですよ、うん、そうだんだんそれも見てみたらなんか炭治郎が輪廻転生して恋愛してるように見えてきたんですいや、まっすぐな炭治郎と、はい、その似てるキャラなんですか。意外とね親和性あるんですよ。本当に親和性があって結構マインドがさ、なんか内側に行っちゃう子でしょ、うん、そうなんです。そうだよね。そうです。でも現代で、まあ、輪廻転生したらこんな感じかなとも思って見れる作品なんでぜひね皆さんも注目してみてください。炭治郎変化を鬼滅のファンから怒られそうですはい、僕はね呪術廻戦なんですけど、はい、まあまあやっぱりその安定したストーリーの面白さ、アニメーションもねかっこいいんですけど、うん、僕が今回まあちょっと5位にしてる理由としては、はい、完パケしてないですよねなんか X に書いてましたね。あ、いや、あれはね、あれはミスだと思います。イタドリくんの呆然とするシーンが、はい、同じシーンが2回入ってるんですけど、はい、1回目がどう考えても僕原作見ましたもん。やっぱ原作ではそういうシーンないんですよ。ああ、そうなんだ。少なとね、マコラの戦い、激しい戦闘ですよ、はい、で、その音楽とか動きとかいいんですけど、うん、何せなんか作画が完パケしてないような状況で出してんじゃないかと思うようなシーンがいっぱいあってもう気になっちゃって、ちょっとこれで話としては一番面白かったけど、うん、上げれない、上には上げれないと思って。なるほどね。下は下がってきたんですよ。やっぱり5位からは下に行かない。じゃあそのやっぱミスも含めてかなりこれじゃあミスって言ってミスじゃないかもしれない。いや、わかんないよ。わかんないけどいや、それが仮にミスだとした場合に、うん、かなり制作環境が逼迫していることが考えられるわけですよね。そうなんですよ、はい、それでは第4位、せーの、あ、そうです。引きこもりです。で、ゴーゴーマジョンですね。はい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 、引きこもり吸血鬼のもんもんなんですけども、あ、僕ね、ピザに言われて見始めました、はい、はいはい、で、まだ今2話、あ、2話、2話なんですけど、はい、はいはい、普通に作画良くないっす。やったー。めっちゃ綺麗で、で、女の子も可愛いし、面白そうだなと思って2話まで見てたんですよ。だからその神回がこれから来るじゃないですか。2話ね、うん、最終回ね、すごい楽しめそうだなと思ってるんですよね。マジですか。内容ですか。いや、なんか内容普通に僕入ってってますね。あ、わかりました、わかりました、はい、あ、それはね、わかったっす。俺も今回4位にしてるんで、長澤さんは多分この作品との親和性が高かったんだと思う。ああ、そう、生まれつき生まれつき俺はようやくこの6話にして分かってきたんです。あ、そうなんだ。いろんな要素が詰まってるアニメなんだこれと思って、うん、いや本当に引きこもりのファンの皆さんマジでお待たせしました。ピーさん思いつきましたマジで。このアニメ、なるほど、こうやって見るんだっていうのが分かってきたんですよ、うん、でそうするとやっぱりそのキャラクターデザインも綺麗だし、うん、まあ女の子も可愛いし、うん、でバトル的な部分もあったし、もう最終回も俺の中で迎えてるしみたいな、はい、もうね結構ね上位に来てもおかしくないなと思い始めたんですよ。うん、うん、まあだから上位ですもんね。いや、じゃあ4位ですかね。ここ4位ですか。4位ですからね。でもさ、最終回で5位だったんだけど、前回でも今回上がってるじゃないですか。あ、だから今週はちょっと全体的に中だるみしてるなっていう勝つ勝つです、はい、あ、そういうことですね。はい、はい、で僕ね、デコボコ魔女なんですけど、
はい、いや今回もめっちゃ面白かったです。面白かった。フェニックスもちょっと違う変形してまた面白かったですけど、うん、新キャラのねキクラちゃん良かったですね。ナースの子、はい、いやなんかここに来てさらにこの新キャラ出てきて愛せるキャラクター出てきて、そうですね、ですごい今回面白かったから、うん、このまま出続けてほしいなと思ったら最後フェニックスの線に乗ってたでしょ。そうっす、やったやったでまたさあのフェニックスの、うん、あの変身して、うん、鏡見て、うん、我みたいなあのキクラちゃんにあの喉が滑ったっつって、あそうそうそう、出したとか、ね、出すのも面白かったし、いや今回結構面白かったっす。いやもうめちゃくちゃ面白かったっす、はい、楽しめました。さあじゃあ続きまして、はい、第3位、せーの、おお、ラグナクリムゾンです。ラグナクリムゾンですか。いやこれで本当に回を増すごとになんかどうなっていくんだろうっていう感じがずっとあったんですけど、うん、今回ね最後になんとマモルくんがタイムリープしたんですよ。いやーそうです、超展開ですね。超展開だから俺タイムリープものでなんかこの巻き込まれタイムリープしてるのなんか初めてかな、これはどうするんだろうなっていうのがすごい気になってて、うんうんうん、で毎回なんかその超展開に期待に応えてくれてる感じが16ビットあるんで、だからちょっと次への期待値も込めて、まあ、今回もね第3位ということで、もうなんか同人出身の作品とは思えないですけどねはい、そんな感じで面白かったですね。はい、はいはい、で僕はねラグナクリムゾン、ラグナクリムゾン、ね、ラグナクリムゾンなんですけど、うん、展開が激しくて、 P さんがね一番最初になんか言ってたじゃないですか、ラグナクリムゾンの紹介してる時に、うん、なんか超絶極限バトル、ああなんでしたっけ言ってました。いやだからねそれがね最近分かり始めました。あ確かにそうだな、いやあれねホームページに書いてあるんですよ。あ書いてある、はい、あ書いてあるでそれがやっぱしっくりするぐらいなんかその極限の、はいはい、バトルやるじゃない。そう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 、でクリムゾンがね毎回ちゃんと考えてるのに、うん、ラグナが全力で暴走してぶっ壊していくじゃん、はいはい、計画を、はい、とか展開をね、もうそれがね面白い、ほんとジェットコースター乗ってるみたいで、もうそれが本当にラグナクリムゾンの良さなんですよね。ラグナ陣営にも、うん、まあとかクリムゾンのあの仲間がね続々と出てきてる、増えました、増えてきてるんですけど、ラグナが強すぎて個性が、はい、みんなラグナにかき消されちゃってラグナの強さと勢いに、うん、本当にあの敵キャラもそうなんですけど、もうラグナ一人にもうみんなかき消される、そうですね、本当はここでこの敵が活躍するんじゃなかったのかなっていうところもラグナがぶっ壊すでしょ。そうすごいですよあの主人公、そう思います、うん、それでは第2位、せーのここ来て、さっきちょっとあんま語らないからおかしいなと思ったんですよ。いや、勘ぐられたかなとは思ったんですけど、はい、いや、まさか2位だとは思わなかったから、いや、僕ね、これ神回でしたよ。いやいや、マジで良かったね、今回ね、神回だと思います、うん、でも、まあ、てか、中田さんも僕もね、フェニックスが大好きなんですよ。食べ物を食べちゃったことによって、フェニックスの顔が変わってる。でもなんか、フェニックス別にそこに対して全く突っ込まないじゃないですか。ちょっと、我って言って、そう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 、顔わからんでてさで変化もなんか確実に変わってるかどうかわからない変化の仕方してるんですよ、うん、よくわかんない変わり方してる。そうそう別に気にしなくてもよくねみたいな感じなんですよ。で別にそんなに言葉数多くないんですよ。だけどなんかあれで笑えちゃうっていうか、うん、笑えちゃったのがもう本当に神回だなと思いましたね。で僕はね、うん、まあ、P さんも言ってましたけど、うん、めっちゃ話も良くて僕も神回だと思ってて、ね、うん、今までと違って今までは未来を変えちゃいけないとか未来が変わって怖かったって話から、うん、はいはい、産業スパイカーのようにあそう、ね、最新の情報を持ってきて その吹っ切れてぶっ壊れてるじゃん。なんかそこら辺が今までにない展開で良かったっていうのと、確かにね、マモル君がタイムリップしなくてもいいのにしたじゃん、うん、ここからどういう風にまとめていくのかなっていうのもあるし、うん、やっぱアニオリじゃないですか。本当にその先が読めないし、そうなんですよね。アニオリならではの楽しみ方として派遣候補に入ってきてるんじゃないかな、いやと思いますぐらい面白い、うん、思います思います、はい。じゃあ第1位です。あれ一般的な派遣候補作品が全然出てきてない。いやだから今週は本当に勝つです勝つです。そうですか、はい、あとやっぱちょっとどうしても内容の谷間に入ったかなっていうタイミングのアニメがちょっとずらずらといたっていう感じでございます。わ、うんうん、はい、かりました、はい、そんな中でも頑張った作品がありました。はい、ある第一位、せーの、はい、あソードのフリーレンですこれはね文句なしでしたよ。すごいですね、フリーレンはやっぱりその本当に本格的なファンタジー作品ですし、うん、冒頭のあのフランメとの話してるシーンとかの、はい、アニメーションもめっちゃ綺麗でしょ。めっちゃ綺麗だった。だからやっぱ呪術見た後に見たんですよ、うん、なんか心が洗われましたそれはなんか呪術に失礼だけど呪術だって本当ひどかったでしょ。もうまあまあ勝つですね、あれは勝つ勝つ。いやだから僕そのさっきから言ってるんですけど、うん、その谷間だったらアニメーションがいっぱいあったんですよ、はい、ね、なんですけどその中でも逆もうやフリーレンは、そうですよ10話で、う
ピーク迎えた。僕、だから神回ですよね、これこそ。エヴァン・ポールさんの力なのっていうぐらい。ああ、そうっすね。やっぱその、音楽の力もすごいでしょ。テンションが低い、やりとりをしてるからこそ、エヴァン・ポールさんの壮大な音楽が、なんか、ズズズズズズってくる感じなんですよ。引き込まれますよね。いや、音楽でね、そのシーンに。あのシーンをアニメで見たらどうなるんだろうっていう原作ファンとしての期待値があったんですね、僕なんか。はい。その期待をいい意味で今回裏切ってきてくれたなっていう。絶対的強者としてのあの発言。もう俺見ながら、来る、来るって言いながら見せて。わーってね。想像以上だった。漫画ではわかんない。そうそうそう。想像以上の。僕も想像以上の、あ、すっごいみたいな。震えちゃうわみたいな、一緒にいたなって。もうカウントダウンしましたもん、俺。アウラが、私は500年以上生きた大魔族だぞって言った瞬間に、やっぱ来るぞ来るぞみたいな、本当に。お前の前にいるのは1000年以上生きた魔法使いだと。ガーかっけーっつって。久々に演出に声出てましたね。今面白いと思ってる人は本当に気絶しちゃうんじゃないですか。いや、なんで気絶すんだよ。まあでも、そうですよ。原作で言うとまだこれ3巻の最初なんで。かっこいいし、かわいいっすね。かわいい。フリーレン。そんなに好きなんですね。いや、俺やっぱフェルンの方が好き。全然、ちょっとわかんないっす。俺の夢で俺2位にしちゃってる。まあ振り返ってみて、 P さんから薬屋が出てこなかったのか。あ、だからそれがね、やっぱり6話がちょっと谷間だったなって思います。今回その謎解きの解決編じゃなくて、はい、種をまいてたんで、今回やっとその僕なんかアニメ初見なんで、そのキービジュアルのこの伏線、あ、出ましたね、回収されたじゃないですか。はいはい。僕ずっとちょっとその誰か平行いて臭いみたいなポーズなのかなと思ってたのが外れたんです。僕の考察外れちゃったと思って。そんな考察とは言わないな。誰か平行いちゃったのかなって考察は考察でもすごいかっこよくやってるシーンだと思って、うん、いつ来るのかなと思ってたら外れちゃったなって。いや、誰が何の理由でかっこつけてるんですか。今回6位以下は団子ですよ。もう勝つ勝つ全部勝つ。そうですね、ケミゼロに負けてるのはちょっとやばいと思いますよ。絶対カットするでしょ。今なんかさ、すごいドヤ顔で言ってたけどさ、さ見た時消されてんだろうなと思う。いや、もう使います使います。もう使いますよ。本当にちょっとケミゼロに負けてるのはやばいと思うんで、本当に頑張ってくださいマジで。はい、ということで皆さんのランキングは今どうなってますでしょうか。はい、ぜひコメントで教えてください。はい、また次回のランキング、11月末のランキングでお会いしましょう。はいはい、それでは皆様また月末バイバイ。